はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、春化粧デッキの可能性を探っていく、そんな動画となっておりまして、春化粧って本当に持続性テーマを、まあ、ものすごいサポートしてくれる、もう可能性の塊なんですよ。で、今回は持続性天使といえば、はい、マドルチェと、組み合わせた、春化粧マドルチェ分回していこうと思っております。これ相性がいい点をお話ししておくとですね、このナエとカスミの春化粧っていうモンスターが、天使族持続性モンスターをサーチできるんですね。しかも、持続性モンスターを墓地から特殊ができるという効果を持ってますんで、春化粧ももちろん持ってこれるんですけども、天使族持続性である、例えばマドロチエンジェリーとか、まあ、マドロチプリンセスールみたいなモンスターも一応持ってこれるんですよ。はい、というわけで、とても相性がいいです。はい、マドルチェってね、結局ね、あのエンジェリーから入って、エンジェリーからそのプティンセスールみたいな動きをして動いていかないといけないんですけども、これ初動が薄かったんですよね。結構マドルチェエンジェリーがないといけないとか、あと墓地にモンスターがいる状態でホットケーキがないと展開できないとか、なんかそういう、まあ、弱点があったんですけども、春化粧によって、これがかなり解消されております。はい、で、一応今回は、森と目覚めの春化粧っていうモンスター一応採用してまして、これなんでかっていうと、墓地に通称が可能な持続性モンスターを送れるんですけども、これで結界像を送って、後でね、あの回収できるんですよね。あのマドルチェって、あのこのマドルチェシャトーっていうカードが、マドルチェの名付いたモンスターの効果によって自分の墓地のモンスターがデッキに戻る場合、デッキに戻さずに手札に戻すことができるっていう効果があるんですよ。だから墓地に送った、例えばまあ結界像でもいいし、まあ、売られてもいいし、増殖でもなんでもいいんだけど、この辺のカードを全部、シャトーで回収できるんですよ。後で。はい。まあ、その方法は基本的にはそのティーチャーマドロチェグラスグレっていうの大先生の効果を使ってマドロチェ、カードがまあ墓地に送られると、あの墓地のカードをね2枚デッキに戻すっていう効果あるから、まあこれの効果をシャトーの効果で手札に戻す効果に書き換えて、まああの結界像とかまあウララとか増殖とかを回収するっていう感じですね。で、春化粧があると結構ね、あの召喚権余ってってんですよ。だから回収した結界像とかも普通に出せるんですよね。これがめちゃくちゃ強いです。はい、で、まあ割とその初動安定するようにはなったので、結構誘発の枠も結構たくさん詰めるようになりまして、まあ、ゾウジウララ無限法要、それからまあ、バーデク、グリーンデクララとか、あ、転移速が多いんでね、結構この辺解像度結構強いんですけども、これとか、あと普通に引っ越し勝負とか、はい、この辺が詰める。まあちょっとここはね、手札を切る都合上ちょっと若干この辺のあの春化粧とかと相性が、まあ、そんなに良くないかなとは思うので、まあ、ちょっと考えもんではあるんですけども、まあ、言うて結構その効果通るとかなり強いので、まあ、ここはちょっと一応入れてみてます。はい、まあ、この辺ちょっと拮抗勝負にして、もうちょっと春化粧増やすとかも全然ありだと思う。はい、ちょっとね、あの動き方を見ていただければ、あ、この敵強いなっていうのが分かると思うんで、マドルチェ舐めてる人はですね、ぜひ今回の対戦とか見てください。めちゃくちゃ強いな、この敵ってなると思います。はい、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、ハンドはまあ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 強いんじゃないかな。春化粧と重ねて引くとね、このねホットケーキがめちゃくちゃ強いんだよね。あのホットケーキって墓地に、あ、なんかあんな、あ、同時か、オッケー、まあ、うららじゃなかったら打つんだけど、まあまだマシだわ。うらら打つしかなくて、いや、てか今間違えたな、これ。あのホットケーキは手札に残さなきゃいけない。これワンチャンうらら打たれた時のためにホットケーキ残しとかないといけなかったわ、多分これ。で、間伐の結界像を送る。で、モンスター特殊召喚ちょっと若干間違えたけど、まあ問題はない。結果往来だ。結果往来。で、ホットケーキ、これね、一応ね、ホットケーキしてるとコストがもう、墓地があるんですよ。これがめちゃくちゃ強いですね。ホットケーキとの相性はもう抜群です。はい。で、まあ普通にエンジェリー出しましょうか。で、エンジェリー効果発動、自分をリリースするとマドルチェちゃん出せるよ。プティンセスール出しちゃうよ。プティンセスール効果、特殊召喚成功すると、プティンセスをレベルを1個下げながら特殊召喚ができる。で、レベル4になってレベル4のモンスターに対してオーバーリミット告知、エクシーズ召喚、先生お願いします。ティーチャーマドルチェグラスフレ。で、このジミコの効果によって、効果は普通に強いんですけど、見た目は地味。本当に僕は、ティアラメソースです。はい、可愛いので。で、マドルチェティーチャーグラスフレの上に重ねてプリンセスショコアラモードを特殊召喚、ショコアラモードちゃんの効果を発動。この幼女めっちゃ強くて、
自分の墓地のマドロチェを戻せるんですよ、デッキに。で、戻るとマドロチェがデッキに戻ると、なんかデッキからマドロチェリクルートっていうのがガチでやばい効果って。でこのプリンセスがあの素合になってないと無理なんだけど、はい。で、メッセンジャーと特殊な成功値効果発動して、マドロチェカードを1枚を手札に加えていく。でちなみに、プリンセスのショコアラモードの効果が対象ありませんので、これまたぶち込んでいくと無限にサーチですね。はい、無限サーチ。メッセンジャーとは一応1枚引いちゃうとちょっと微妙なんで、まあ、3枚入れるっていう説もあります。ちょっとこの辺はちょっと要調整で、メッセンジャーと特殊召喚成功時、これサーチもちなみに対象ありません。でマドロチェサロンを発動。マドロチェサロンがあると、召喚権が増えます。マドロチェのね。でレベル4のモンスターに対してオーバーネット構築。エクシーズ召喚現れろ。マドロチェティーチャーグラスフレ。で、マドルチェカードを墓地に送りたいので、ホットケーキとプリンセスを送って、マドルチェ、シスタルト出していく。で、マドルチェティーチャーの効果によって、自分の墓地に存在する、カードを手札に戻すという効果がある。ちなみになんですけど、シャトーがあると、デッキに戻るカードを手札に加えられるんですよね。このアルティメットインチキ効果によって、結界像が手札に加わっていく。で、マドロッチが手札に戻ったので、プロムナードセット。これプロムナードは何でも向こうですね。なんか、レッドデモアビスみたいな効果でしょ。はい。まあ、コストはいりますけど。で、召喚権、ちなみに僕まだ使ってないことに皆さんお気づきでしょうか。まあ、もちろん出しますよ。当たり前じゃないですか。で、あ、そうか、サロンの、召喚追加効果あるんで、ここで、マジョレーヌ、からの、まあ、天使とかだったら何でもいいんだけど、まあ、一応をリリースやつかな。これね、一応バーデックも、起動できるんで、プロムナード、バーデック、まあ、一応相手ターンに、ウララを回収することもできるかもしれないんで、まあ、ウララもありますね。はい。さあ、最強、あまりの最強効果、まあ、多分これティアラメンツは、まあ、一旦多分これ結界像をしょんないと動けないと思うんですよね。なんで多分結界像をぶん殴りに来るはずです。基本的には結界像ぶん殴ってからがあれなんで、多分ね、バトルフェーズ入るのは確定だと思う。一旦ね、普通に。ちなみにマドロチちゃんは地属性のお菓子しかつけれないんで、水属性とかはお断り。まあいいや、おっ、それはいいです。でも多分殴ってくると思います。普通に。はい、OK です。でもなんか発動してくるんだよな、これで。そこをプロムナードで止めながら、さあ、無理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 、全然無理、全然無理、全然無理。禁止カード使わないで。おい、お前、禁止カードだぞ。その禁止カードだぞ。それ禁止カードだぞ。で、これで、マドルチェカードが、墓地に行くので、ティーチャーの効果が発動できません。で、はい。手札が永遠に減らないんですけども、で、マドルチェカードが手札に加わりました。で、ティーチャーマドルチェグラスフレの効果発動。自分の墓地のカードを、デッキに戻すんですけど、デッキに戻るときに、そのカードは、シャトーの効果によって手札に回収できるんですよ。何を言ってるか分かりますか？つまり、こういうことなんですよ。つまりこういうことなんですよ。つつつ明らかにつえ。あー、愚かな埋葬はあかんじゃないかな。いや、多分もう攻めてないっしょ、さすがに。まあ、裏で飛べればなんとかなんじゃないかな、これ、さすがに。で、一応バーテクもあるんで、まあ多分ね、結構強いと思います。もう一チーム攻できるんでね、モンスター効果。はい。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。いや、これ強いでしょ、この動き。どうすか、さすがに強くないですか、さすがにね。あまりにも強いと言っていいけどね、これは。とりあえず、相手が動かれるとめんどくさいんで、ちょっと間伐だけ出しといてから、まあ、エンジェリーかな。エンジェリーですね。エンジェリー召喚。エンジェリー効果、発動を、
で、まあ、プティンセスール特殊召喚で効果発動をで効果発動しないで、特殊召喚でティアラミスでレベル4のモンスター2体でオーバーレイティアラミスちゃん出していく。でティアラミスは、自分の墓地のティアラメンティアラメンじゃないや、マドルチェカードを、戻すことによって相手のですねカードを選んでバウンスするとかいうなんか意味わからん効果あるんですね、デッキに。これ世界最強の条件です。これ選んでデッキに戻します。そんなことあるっていうこれバカ強いんですよ。選んでデッキに戻すんですよ。強すぎるでしょでこことここ、はいさよならでティーチャーの効果起動して、効果発動する。で自分の墓地のカードを、戻すんですけども、デッキに。でデッキに戻るカードは手札に戻るとこれ強すぎる犯罪だな、もはや犯罪まである、これこのムーブはしかも打点そこそこ高いしな、シャトーがあるから。え、見ました皆さん、これがねマドルチェとかいうねぶっ壊れてきたパワーです。いや明らかにやってる動き強くないですか。うわ、なんかバーミリオン系いっぱい来た、宣告しまくり。まあ、裏ら打ってバーミリオン打って、まあ、2妨害ぐらい構えられるから。あ、出たロビーナ。いやこれ破壊しといた方がいいんじゃないか説あるけどな。いやまあでも言うて裏ら、いやいやこれどっちだ、まあでもこっちか。一応ね逃げ、まあバーミリオンの方がいいのかな。ちょっとなんかで魔法カード地図とか発動されるかもしれないしね。ちょっと謎です、これは初動なくなるんで。あー、オッケー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 、まあそれはいいや。なるほど。じゃあとりあえずサロン発動する。はい、サロン回転、オンラインサロン回転してマドルチエンジェリーを召喚。まあ一応魔法カードとトラップカードであればどっちかだったら今ケアできますね。でリリースで墓穴って言われても大丈夫。グリーンデグレラがいいから、グリーンデグレラまんまり使ってる人見ないけど、うららか、あのそれは無理だな普通に。それはバーミリオンデクレアラー、これウララって言われると世界割れてきたんですよこれ。はい、かなり辛いですウララは。さあバーミリオンの効果、相手が発動したモンスター効果を無効にして破壊する。でエンジェリーでプディンセスールですね。はい、いきましょう。プディンセスールで、これも召喚権使っちゃっているのですが、ドキカ特殊化するのはもちろんプリンセス。プリンセスエルからのプリンセス。で、レベル4のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。アラアラロー。ティーチャーマドジェ。グラスフレ。そして、グラスフレのモンスター効果。オーバーレイネットを1つ使うと、フィールドのマドジェモンスターが何の効果も受けないよという、まあ、状態になると。あれですね、スペリオルドーラみたいな感じですね。はい、これフリーチェーンで打てるんでね、まあ、実質スペリオルドーラで、グラスクレ1体でオーバーレイとか再構築エクシー召喚。マドウチプリンセスショコアラモード、ショコアラアラモードで、アラモードの効果、オーバーレイユニットを一つ使い、あ違う、自分の墓地のマドルチェをデッキに戻す。そうするとサロンの効果とショコアラモードの効果が発動して、まあ、とりあえず、デッキからマドルチェをリクルートできるというぶっ壊れ効果。これもうグランダリーズって今の環境めちゃ強いですよね。ディフェンシャルアタックぶん投げることができるテーマじゃないですか。でしかも次元の境目とか、なんかメタカード入れられるんで、ティアラメンツに抗えるテーマといえば、まあ、グランダリーズエクソシスターどっちかっていう説は結構ある。ああ、結構。で、デッキから、メッセンジャーアート特殊召喚していく。でメッセンジャーアート効果発動、メッセンジャーアートの効果によって、デッキから、まあ、マドチプロムナードを手札に加えていく。でシャトーもいっちゃいけないな、シャトー発動、
でシャトーで、自分の墓地に存在するマドルチェカードがデッキに戻る。ずっとチェーンしてるけどあれなんだろうね、あのカードわかんねえな。で、マドルチェプリンセスを墓地に送りながらデッキからリクルート、まあ、サーチするカードもうねえけど一応打点高えからメッセンジャーとかな。はい、いやこれ殴ったら勝ちじゃねえこれ。なんかティアラミスやろうと思ってたんだけど、これ殴ったら勝ち説あるねこれ。ティアラミス後でいいや、多分取るだろこれ。さあ格の違いを、鳥としての格の違いを見せていくホットケーキちゃん。ちなみにかっこ獣族なお前超獣族だろっていうね。対戦ありがとうございました。はい、遊戯王の種族ってのは自己申告制なんで、はい、仕方ないですね。あー、まあ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 、ちょっと春化粧が来まくるのもどうかとは思うが、まあでも貫通腕にはなるからな、なんだかんだ春化粧って。結構春化粧って詰めれば積んだらけね、一応ハンドは切りますけど、あの貫通はできるんでね、相手の、まあ、裏らめっちゃ踏むけど、ゾウジーも出ました。春化粧 VS 春化粧、春化粧ガジェット VS 春化粧マドルチェ、どっちが最強の春化粧使いか勝負しようぜ。さすがに先行取られてるから結構きついんだけどね。しかもなんもねえし、ありえないレベルで展開されそう。ガジェットやっぱねめちゃくちゃ相性いいっすね。ハンドコスト減ってないっしょこれ。やばいやん、ディフォーマーテレフォンやばいの持ってきたやんこれ。いやそっちのタイプの春化粧絶対ゴミデッキにしかならないでしょ。まともに遊戯をする気ないでしょ絶対それ。ガジェットトレーラー春、森メザー春化粧で、ガジェット送って、いやどうせそれディフォーマーだろ送るの。いやふざけんなよ、絶対ゴミデッキだわこれ。どのタイプのゴミデッキかは知らんけど、なんかものすごい展開されそう、いやだ。スモールワールド。どういうこと。やばいカードをサーチしてんじゃん、対空砲からと。何た対空砲からと。やばい、いやじゃ昆虫族モンスターをなんかリリースすると800バーンを与えてくる、かっこ単一なしみたいな謎の効果を教える。やばいんじゃねえかこれ、一体何が起ころうとしているんだ。ディフォーマーテレフォンのムーブからなんか対空砲火が爆弾し破格で見ろ、何プロパガンダけ、うん、これなんだっけ、あ種族変更できるやつや、種族変更できるやつ、やばい DNA 改造手術された。あこれこれは無限電話投げつけワッキル、これは無限迷惑電話投げつけワッキルじゃないか。いった、なんだその天才コンボ。このテレフォンとかいう電話機悪さしかしないんだけど、誰だよこれ考えたやつ。